初代ゲームボーイのカービィ本体は私がドット絵を売っています。敵キャラや背景などでも描いたものはまあまあ多く、ファミコン版カービィなどにも流用されています。今のゲームでは色数なんて非常に多く出るので、あんまり参考にならないかもしれませんが、ゲームボーイやファミコンなど色数が少ないドット絵のテクニックを軽く解説しておきたいと思います。ファミコンやゲームボーイでは 16×16 ドット単位のスプライトがよく使われます。スプライトというのは絵を描く一つの単位、画面上を滑らかに動かすことができます。カービィも言わずと知れた16ドット幅、しかしこの中に円を描くときには16ドットよりも15ドットの方が綺麗になります。小さく表示されることになるのに、まあ見てみましょう。これが16ドットの円、これが15ドットの円、比べてみると15ドットの方が正円に近いですね。それは正中線が取れるから。クラフトものなどで建築するときにも、単位が粗いゲームであれば正中線が取れる奇数幅にしておくことをお勧めします。何かと便利なので。白と黒の2階調しか色がない場合、質感を変えるには例えば縁取りだけ持たせてハイライトを抜くようにすれば淡い、メッシュっぽくして玉らしさをなくしたり、メッシュを逆にするだけでまあまあ雰囲気変わりますね。黒く塗りつぶしてハイライトだけ描けば鉄球に。最低限のものでもある程度の表現幅はあります。もう一色使えれば角落としが使えます。これは丁寧な表現をするには不可欠。反射素材なら下に反射する床を表現するような照り返しをつけるのも有効ですね。外縁から角落としすればだいぶ綺麗になります。まあ背景色に依存しますけど。今回の話はドット絵のほんの入り口の話ですが、アニメーションも含む制作をしているとこれがまた味があって面白いです。余談ですが、星のカービィ夢の泉の物語のカービィってコピー能力を持つとちょっと太ることを知ってましたか？見ての通り色合いも少し異なります。